9月27日に投開票された自民党総裁選でこれまで非主流派として自民党内野党とも揶揄され続けてきた石破茂氏が新総裁に選出された。1回目の投票では高市さなえ氏が1位で通過し石破氏が当選するのは絶望的かと見られたが決選投票にて僅差で逆転を果たした。なぜこのような結果になったのかその背景には 派閥の首きが弱まる中で揺れ動く議員たちのさまざまな思惑があったヒントは投開票日の前の決戦投票のシミュレーションに隠されていた決戦投票の結果を聞いて一瞬耳を疑った間違った内容が読み上げられたのかと思った大手マスコミ政治部で石破氏を担当した番記者の一人は新総裁誕生の瞬間をそう振り返った 1>, 1回目の投票では、高市氏が党員票で1位となり、国会議員票との合計では、石破氏の154票を大きく引き離す181票を得て、決選投票に進出。もともと、石破陣営は、党員票で他候補を圧倒し、決選で投票先を迷っている議員の不動票を引き寄せる戦略を描いており、高市氏に党員票でも敗れたのは、大号算だった。 それだけに石破氏が逆転勝利を果たしたことには関係者の中でも驚きが広がった正直1回目の投票で高市氏が1位となった時点でもう決選投票も高市氏が制すると思っていたまさか石破氏が逆転するとは思わなかった石場版記者そもそもなぜ高市氏が1回目の投票でここまで強さを発揮することができたのか 長田町関係者は語るマスメディアによる序盤の世論調査では高市氏の支持率が3位となっているものが多く小泉進次郎氏や石橋に食い込むのに苦戦を強いられていたが中盤から小泉氏が解雇規制の見直しなどで反発を受けて失速後半戦は高市氏が2位に上がっていったが最後に党員票で1位となったのは 安全保障に関する事案が立て続けに起きた影響もあるだろう中国・広東・昇進戦では9月18日日本人学校に通う10歳の日本人男児が中国人男性に刃物で刺され死亡する事件が発生また23日にはロシア軍機が日本の領空を3回にわたって侵犯する事案が起き25日には中国が大陸間弾道ミサイル ICBM を太平洋に向けて発射した。日本の安全保障への国民の不安が高まる中、自民党の中でも高派といわれる高市氏への期待感が党員の中で強まったとみられる。また、議員票をめぐっては、キングメーカーの一人である麻生太郎副総裁が、高市氏が決戦に残るよう働きかけ、1回目から高市氏に入れた麻生派議員が多数出た。 性的である菅義偉前首相の息がかかった小泉氏も石橋氏も応援できないためこれまで支援してきた河野太郎氏を切ってでも高市氏を押し上げる戦略に舵を切り一位通過を後押ししたこのように党員票でも議員票でも奮闘した高市氏だが決戦では石橋氏に総裁の座を許してしまったこの逆転劇はなぜ起きたのかそのヒントは 投票日の前に長田町で出回ったとある決選投票のシミュレーションに隠されていた高市氏が保守系議員の票をまとめきれてない状況が今回の総裁選は国人立候補の大乱立となったため1回の投票では誰も過半数を得られず決選投票にもつれ込むのは確実視され事前の調査から決選に残るのは石橋、高市氏 小泉氏の中の二人とされてきた。そうした中、決戦で誰が残るかのパターンごとに、派閥や陣営の動きを分析した資料が、報道機関や各陣営では作られていた。そのうち一つでは、決戦が石橋 VS 高市氏となった場合、石橋には、幹氏のグループや岸田派、小泉陣営がつく一方、高市氏には麻生派や茂木派、 小林隆の陣営がつくとされたここまでは各メディアで報じられている派閥やグループの動きと合致するが気になるのが安倍派の動向だ資料では安倍派の大多数が高い市氏につく一方で一部は石破派に流れると予想されていたもちろんこれはシミュレーションなのでその通りに議員票が動いたかは定かではないしかし 高市氏が保守系議員の票をまとめきれてない状況が生じていることは推察される高市氏が議員票をまとめられるか否かはかねてからの課題だった高市氏はもともと解散するまでは安倍派であった党内の名門派閥清和会に所属していたが2011年に脱会理由は翌年の自民党総裁選で当時の派閥会長だった 町村信孝氏ではなく安倍晋三氏を応援するためで派閥に残るのは不義理になると考えてのことだっただが一方で派閥に残って安倍氏を応援した議員も多数いたため高市氏と清和会の一部議員との間には溝ができてしまった2021年総裁選では安倍氏が高市氏の支援に動いたが その安倍氏は2022年に教団に倒れさらに裏金問題を受けて清和会は解散自身の基盤となる保守家議員の取りまとめが困難になる中一部が石破氏に流れ決戦では涙を飲むことになったまた決戦投票では派閥や陣営の動きから離れた不動票も石破氏に流れたと見られている 総裁選より先に行われた立憲民主党の代表選では党内でも保守派の論客として知られる野田義彦元首相がトップに選出され穏健保守への支持拡大が予見された高市氏は保守層の中でも極右からの支持が厚いため立憲が穏健保守にウイングを伸ばした場合自民支持層が保守強硬派のみに追いやられてしまう可能性があるそれならば 野党支持者からの人気が高い石破氏の方が、中間層を取ることができて、選挙に有利だと考えられたのではないか、と永田長官経営者は分析する。総裁として、自民党をどうまとめ上げるのか。このように派閥やグループの動き、それらから離れた個々の議員の思惑が絡み合う中で、石破新総裁が誕生したわけだが、今後の党運営は、前途多難だと見られている。 石破氏の党内基盤は自民党の中でも最弱仲間づくりのための飲み会が嫌いで読むべき本があると引きこもるのが日常になっている一時は自身の派閥水月会を立ち上げたが仲間づくりに消極的な石破氏に嫌気がさして一人また一人と議員が離れていってしまったと石破版の記者は語るしかし自民党で裏金問題が噴出し 派閥が相次いで解散する異例の事態となる中そんな非主流派が一気に総裁にまで上り詰めてしまったその分総裁として自民党をどうまとめ上げるのか総理大臣として政府与党をどう引っ張っていくかは人一,一倍問われることになるだろう以下は視聴者からのコメントで単純に言えば第1回目投票の小泉票と 岸田票の大半が石橋に回ったことですが、それはあらかじめ予想されたこと。しかし、それでも議員票の差は16票しかなかったんですね。私は、投票前の最終演説で両者に、政治家としての年輪の差がもろに出てしまったことが、意外に大きかったのではないかと思います。 緊張のためか時に声は上ずり時間をオーバーまでしてしまった両者が演説を終了した後の拍手の響きも石橋氏の方が明らかに大きかった無論演説前からどちらに投票するか大半の議員は決めていたはずですからあれで大量の票が動いたとは思いませんが最終的な差である16票程度の数があの演説で高市氏にい 頼りなさを感じた議員が石橋に寝返りを打った可能性は十分にあると思いますそうであるなら高市氏は最後の最後で墓穴を掘ったことになります